どうも、おはこんばんちは、ウエスタン木村です。はい、またねやってまいりました、700万ダウンロード記念超降臨ガシャですね、こちらの3セット目から6セット目までを早速ですねやってみようと思います。やっぱりね、どうしても欲しい光太郎と露伴光一くんですね。そして、何気にオラ太郎持ってないのでオラ太郎が欲しいところです。では早速参ります。さあ、泡の色は何色だ。白。これも寒い。どうだ、すべて当たってないですね。寒いのが怖いな。はい、3枚目、どこ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 、すべて今確定以外は白となっております。SSR1 枚も降ってきておりません。お寒い状況。ドラララララ。さあ、これは全部金で終わりそうだ。やめとけばよかったのか。どこ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 。はい、ワム。はい、ドラララララ、来ました。来た。1枚確定だった。お、露伴光一、やりました。ありがとうございます。露伴光一、ここで来ました。ありがとうございます。いやー、よかった。あとは、光一くんですね。光太郎ですね。こいつが欲しかった。これから呼び方どうなんですかね。ロイチなんですかね。後半なんですかね。まあ、いろいろな方が考えてくれるでしょうから、それにのっとってやりたいと思います。とりあえずありがとうございます。さあ、これで9枚。ああ、よかったです。ああ、一段落ですね。これで撤退してもいいかな。でも嫌だ、やっぱり欲しい光太郎。さあ、ビが上がりました。不意にね、当たるとは思ってなかったんで、リアクションが薄かったですけどね。いやー、よかった。よかったです。当たってよかった。さあ、赤ちゃんも順調に重なっております。さあ、そしてピックアップですね。ピックアップが。何が来るか。1枚は確定してますので、どうなる。ピックアップ参ります。さあ、5枚目ですね、5セット目の泡は何だ。さあ、虹が入って稲妻も走っております。おっと、いきなりナイフ。ピックアップはナイフでした。ありがたい、ありがたい。ナイフ、ピックアップナイフ。さあ、2枚は確定しました。さあ、ユカコ。3枚目はディリタン。はい、4枚目。さあ、何が来る。どこどこどこ。はい、ケイチョウ。はい、5枚目。どこ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 。稲妻走って、アクチャン、シズカジョースター。はい、おっと、ヒビが入った。やった、何が来た。ジョラゴンプラス1。こいつに使ってしまったよ、使ってしまった。覚醒ガイブするんじゃなかったっていう風な思いがちょっと強いな。まあ、ジョラゴンいいキャラなのでありがとう。さあ、どこどこどこ。はい、トニオさん。さあ、何枚目か忘れました。はい、トラララララ。はい、まだ赤ちゃんよく出るな君。さあ、十分。お、ボルナレフ歌教員。
ニューですよ、ニュー。これは大当たりですね、私にとってはですね。持ってないキャラもね、大当たりです。いやー、レッツイーですね。さあさあさあ、これで3枚ですね。今回は大当たり。さあ、そして注目はナイフ。アビリティが上がるか。ワン、その前にでしたね。ドラララララ。ジョナサン・ジョースター。さあ、ナイフに注目。違う違う、1枚目だったはずだぞ。さあ、ナイフがアビリティが上がるか。ジョナゴンはまあ当然上がります。ナイフが出てこない、ナイフが出てこない。ナイフ来た、どうだ。さすがに、さすがに上がることはありませんでした。まあ4スマの世界に入ってるのでね、とりあえずは一安心というところなんですけど、いや上がってほしかった。さあ最後に6枚目ですね。6セット目、いきますね。では6セット目、 SSR2 枚参ります。さあ、泡の色は当然虹色、そして稲妻も入ってる。さあ、2枚なのか3枚なのかですね。ここでドラララですね。さあ、3枚入ったし、ここできた。何が来る。トタロ、いらない。どこ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 。はい、ジョナサンですね。5枚目ですかね。どこ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 、ラフォード。さっきも見たね。6枚目、どこどこどこ。おっ、4太郎、4太郎はいらない、持ってる。さあ、光一くんが出てくれるのか。さあ、ここで8枚目だったかな。あ、9枚目ですね。最後はなんだ。ACDCACDC、 悪くはない、悪くはないんです。 ACDC は悪くはないけど、ちょっとこれ惨敗っぽいな。いやー、どうせなら太郎で締めてほしかったですね、 SSR は。さあさあ、ワン、1枚のみ。ドラララララ、狭間だ。さあ、 SBC アビリティはさすがに上がらず。トタロウは、おっと、アビリティ上がった、賢い。トタロウ、ここまで来ましたか。いや、いつの間にこんなにっていう感じですね。さあ、順調に4太郎も上がっております。いや、ちょっと6セット目までは微妙でしたけど、欲しかった、高太郎は手に入らずという結果となりました。しばらくはですね、どうするかまた考えようかと思います。とりあえずは超公認キャラがね、来ましたので、よしとしたいと思います。最後まで動画見ていただいて誠にありがとうございます。また、続きをやるかもしれませんが、別の動画かもしれませんが、よろしくお願いします。ではラサバダイ。